今日もチャンヨタ見たさに月のクレーターまで見えそうなカメラを持ってるお兄様方、いや愚民どもがやってきたな。おい、まあこうしてチャンヨタこの後も試合やる中わざわざ出てきてもらった。おいお前ら、チャンヨタのありがたい話、通行らのお声が聞きたいか。よし、そしたらな、今話題の AV 新法騒動についてちょっと当事者のチャンヨタに語ってもらおうじゃないか。たまにはジジネタもいくぞ。おい、お前ら AV 新法知ってるか。あんまりよくしない。説明説明。 AV 新法っていうのはな、発売してるメーカーさんからすると契約してから5ヶ月経たないと販売できなくなった。今まではすぐ販売できた。あとは女優さんからすると体調不良で当日取れなくなったりとかする時があるんですけど、まあ、そういう時に代わりの女優さんが来れないからどんなに体調が悪くても行かなきゃいけないし、それか行けなかったらもうその現場がなくなってしまう、嵐になっちゃうというのが AV 新法だ。はい、ということはどういうことか分かるか。チャンヨタはな、まあ、セクシー女優としても活躍してるんだけど、今 AV 業界とっても大変なんだよ。ただそんなチャンヨタにはもう一つの顔がある。それが、見ろ、チャンヨタはプロフェッショナルレスラーだよ。おい、ということでチャンヨタ、まあ、AV の撮影が少なくなってもお前らはこうしてプロレスのリングで見ることができるんだから、日々チャンヨタを追っかけ、日々 PPP を追っかけ、そしてこれがプロレスの YouTube もよくチェックしろよな、という話でした。